おバカ人狼フェイン。フェインとは村人陣営のイノセント、人狼陣営のインポスター、第三陣営のニュートラルの三陣営に分かれて敵対陣営の排除を目指す人狼系ゲームです。昼時間ではこの村から誰か追放するのか、追放するのであれば誰を追放するのかを議論し投票できます。夜時間では各々の能力を行使するのかしないのか、インポスターであればキルをするのかしないのか選択できます。そして朝になって夜の結果を受け取って再び昼を迎えることになります。このゲームの最大の特徴は2つあります。1つは全員が何かしらの役職を持っているところ、もう1つは破綻してもとりあえず自分がバカという役職であることを主張すればなんとかなるところです。イノセントの中には偽りのイノセント役職がランダムで配布されたバカが存在します。バカは夜時間に役職の能力を行使することができるものの、その結果がデタラメになってしまい、自分から見ても他人から見てもその役職に見えます。村人陣営のイノセントは自分をバカかもしれないと疑いながら、インポスターとニュータレルはバカのふりをしながら敵対陣営の排除を目指しましょう。バカの注意点。バカは実際にその村に存在するイノセントのバカしか存在しません。自分が村人ではない陣営でバカを語る際に、新役職持ちがいない役職のバカを語ると一気に破綻してしまいます。例えば自分しかトラッパーがいないのに自分はトラッパーのバカですと主張した時点で自分が村人陣営でないことが確定してしまうので注意してください。他にはルックワートには映らない、トラップには引っかかる、ポリスに止められる点も注意が必要です。その他の注意事項。トラッパーの罠に引っかかる順番に関してはランダムです。例えばインポスターによるキル、トラッパー、ドクターが重なった時、ドクターにトラップがかかりインポスターによるキルが起こることもあります。ポリス同士の行き違いが起こることも注意。果たしてバカの皮をかぶった魂絵を制するのは誰なのでしょうか。じゃあ改めていきますよ。はい、はい、徘徊だけでいいよ、ネズミは。歩ける、歩ける人。見るだけ見て何もしないネズミ。超静かやん。喋ることないもん。どこ行こうかな。どこ行こうかな。今日は何しちゃおっかな。どこ行こうかなってシリアルキラーってことですか？え？どこ行こうかな？全員インポスターもない？全員インポスター、え、サバイバーじゃないってこと？いや、ノンスケさんこれはでも強いですね。おー、ノンスケ強いの？おやすみなさい。終わり終わり、クソゲやば、やば、生きてんだけど。いいっすな。え、めちゃめちゃ減るやん。やば、やば。これワンチャン今日村終わるの。あ、でもクリーナーが、あら、インポスター1キル減ってる。じゃ、ね、シリアルに Q された場合は、あそこわからないになるんだっけ。うん、あそこそこそこ。あ、そうです、そうです。
じゃあ、リンさんインポスターにキルされてんだ。これ1は残ってみたいですね。まあね。まあ、リンさんシリアルキラーだったの、今の、さっきのの発言。なんか、なんか言ってたっけ。いや、どこ行こうかなって言ってたけど、インポスターだったら4時間相談するでしょっていう。ああ、なるほどね。ゲーム落ちました。あら、誰が？チーがまた落ちました。まあ、これはやっちゃっていいんじゃない？やっちゃっていいですよ。やっちゃって大丈夫です。ね、この村は。ちなみに僕の家に今日挑発来てるんで、これ結構な確率で阻止票になる可能性がありますね。まあインポスターがどんだけキルされてるかですけど。なるほどね。イーさんだけシリアル。なるほどね。じゃあドッサポンテさん釣りましょう。さよなら。バイバーイ。さよなら。4票だから7票だ。いやだってクッチさん落ちてるから6票で3、4票以上だから釣れるんで、さよなら。まあ落ちてなくても、ちなみに折り紙セルフィー赤だから勝ち確。さよなら。スタフォンあれか、スタフォンクッチにサバイバーがいるってことか。クッチさんサバイバーじゃない、僕シリアルなんで。はい、そういうことっす。なるほど。やった、ね、勝った。やった終わったと思った。こっちにして終わりか。クッチサバイバーしようしてたら終わりなのか。いやちょっと待って、まだ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 。さよなら。クッチクッチ噛むか。あ、クッチ死んでんだ。ほい。さよなら。いや、うわぁ、勝ち確だ。挑発入れたら負けじゃない？だって、クッチー落ちだから、どっちか、イガコが例えば、折り紙キルして、俺が挑発って負けじゃない？挑発入れたら負けるよ。ダメ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 。イガコが、僕、折り紙キルした場合、僕挑発ってたら負けなんで、1-1だから、次で負け確です。ダメですよ。ダメじゃない？いや、勝ちか。挑発っても勝ちだわ。勝ってたわ。イエーイ。勝ってる、勝ってる。どこで勝ってる？いやー、セルフィーすごきねー。え？あ、こっち、え？クッチさん生き残ってる。あれ？本当だ。え？なんでなんで？クッチの画面共有していいですか？僕ね、東西南北どこにしようかなって選んでたんでね、ピヨンユーセルフィー学校とスタポンってどこにしようっ て選んでた。クッチの画面共有見たらわかるんですけど、こうなんですよね。あ？あ、終わった。消えちゃった。ナイス。やったー。やっと徳島村で勝てたわ。やったー。すごいすごい。見合ってたねー。あ、セルフィーさん次勝てるのは半年後ぐらいやろな。いや、もう今年最後だろうね。ありがとう、本当に。今年で最後。今年また入ったばっかよ。じゃあ。ということで、お願いします。はーい。はーい。はい。2個爆破した後は1個爆破でも大丈夫でーす。あ、今日初めてボーマー表記見た。あー、ボーマー。マジ、赤めっちゃ引いてたもん。おかしいくらい引いてた。じゃあ、釣るか。今日僕セルフィーさん、今日僕セルフィーさんとこには絶対置かないんで、あの音ゲー楽しみにしてます、これ。よかったー。いやー、あー、青さん以外の10人から来るのか、セルフィーさんちに。いやー、インポスター、インポスターの仲間だけには置かない。セルフィー折り紙ピヨンユには置かない。おー。代わりに俺が置いとくよ。だけ置かなくていい。ほら、ダスニャンにそれ言われたから変えたわ。なるほど。ダスニャンに置こうとしてた。悲しい。ノンスキに変えました。あ、変えちゃった。ありがとう。何か。ありがとう。ピヨンユさん被ってる。僕も置いちゃったノンスキさんところ。なんでよ。なるよね。ほぼ死ぬなあいつ。ほぼ死ぬ。いやだ、今のうちのんすけ釣っとかない？だって一
のすけはそれでいいのか。のすけそれでいいのか、本当に。お前の価値がないんだ。僕のお家綺麗にしときたい。あれ、ああ、そう。どっちでもいずれ爆発されるよ。まあ、それはそうなんよな。うん。ちょっと待って、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 ちょっと待死んだことにして言えない作戦か。救急車呼ばなくて大丈夫、セルフィーさん。え、今のブレーキ音じゃなくて悲鳴じゃない？悲鳴だよ。悲鳴だよね。うわーって言ってたもん。うわー言うと。D の音だから多分めっちゃ聞いたことあるわ。確かにフリー効果音だね、あれ。調べたら出てくる。聞いたことある音だった。はい、うわぁ、なんか弱そう。何何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 何近所迷惑だからあんまやめてもらっていいですか。何ちょっともう、うるさいな。ちょっと待ってね。何言うの、何言ってんの。セルフィーさん爆発されたな。セルフィーさん一日目は静かにして、一日も置かれないようにして。セルフィーさん、生きてますね。おもろいから生きててほしい。おお、あの普段が、おお、こらえげえ、こらえ、うえ、おお、ああ、ちょっと爆されてる、あ、ね、やばい番がある、おっぱりいいや、ああ、爆破された、ああ、ナイスナイスナイス、五人爆破、アンスケさんとかめっちゃ爆破されてんな、あれセルフィーさん生きてる、セルフィー生きてるやん、生きてるよ。いや、めっちゃ死んだ。めちゃめちゃ死にましたね。ノースケさんち3回爆破されましたけど。わぁ、自業自得だな。そう、悔い改めよう。さらっと折り紙さんも2回爆破されてるんですよね。ほんと。自業自得やな。平和だな。平和だな。平和ですね。静かですね。ね。眠くなっちゃう、なんか。みんな死んじゃうから。ね。うるさそうなのが死んでった。うるさそうなのが。ね。声がでかい人から死んでった。ね。でも声でかいやつまだ残ってんだよな。あ、まだ一人なんかね、赤いのが残ってるから、早めに消しとくか。消しとくか。しとくか。声でかい。ああ、危ない。ああ、残念。そろそろ今日みんな赤いのに仕掛けるんだろうな。あれ、これはしなくていい感じでしたっけ。いや、笑ってる笑ってる。ああ。ほら。え？おお。え？残ってた。なんかさっきからなんかベランダからなんか不審者いるわ、本当に。ベランダに不審者ってどういう状況ですか。そう、なんかいるのよ、さっきからずっと外で叫んでるおじさんいる、なんか怖いわ、本当に。いや、これはまずったかもしれない。さあ、どうするかな。いやー、なんか一瞬一票入りませんでした、ナミトのとこに。いやー、ちょっと考えよう。うわ、マジか。いやー、いいね、3人。残り生存者3人だよ。いやー、もう本当にマジで、そのちょっとやめてほしいわ、マジで。ここはマジさすがにボム置きたい。お前爆発させるつもりだろ。あ、よかったよかった。
じゃ、ボム置けてないんだよね、はいはい、さっきなんかふざけてやってたから。やばいわ、どうしよう。いや、置いてるだろ。いや、あの、YouTube でさ、フリー音源 BGM で検索して置けてなくて、本当に。え、ちなみに何検索したんですか？え、あの、フリー音源 BGM とか出てくるよ。こうやって。あー、うん、それ自体を検索したんですね。こうやって。うわーっつって。いやー、これ、あ、さっき置いてたらよかった。ガチで ないから。やばい。うわー、お疲れさあやったー、ボム破られば勝った。やったー、セルフィーさんのヘイト管理がさすがすぎた。ねえ、やっと勝った。ちなみにね、最後の最後までセルフィーさんのとこ一個も枯れてなかったから、ね、マジマジっすか。そうそうそう、誰かがやるだろうね、諦めてた。いやー、自分もそうでしたね。た、死んだ人もちなみに置いてなかったから。まあ、くべきでしたね。セルフィー勝てるんだ、もう。やったー、やったー、負けたー。今日薬味だったけど、一番俺にとっていい日だったわ。セルフィーなんか通常試合してる。